皆さんこんにちは、マッシングワークスの滝田です。昨晩ですね、少し雪が降りまして、だいたい10センチぐらいでしょうか、この犬ぞりのコースに降りました。これからですね、スノーモービルの方で、道をですね固めていって、どれぐらい犬ぞりコースが作れるかどうか試してみたいと思います。午前中ですね、スノーモービルで犬ぞりの走れる場所をいろいろと探してきました。残念ながらですね、あちこち砂利があったり、それからもう装置が、草地ですね、草地が出てたりしてですね、犬ぞりを安全に走らせることは現段階ではちょっと厳しいかなと思っています。10センチほど降った雪もですね、スノーモービルで踏んでしまうと約1センチぐらいにですね圧縮されてしまいですね、その下にすぐですね草ですとか砂利があるような状態で、万が一お客様が犬ぞりで転倒した場合にですね、大怪我のリスクもあるということで、今日の段階では犬ぞりのツアーオープンはまだ早いかなという感じになっております。週間天気予報を見ても今週はですね、残念ながら雪の降る予報はほぼ出ていません。このままですと今週末ですね、28ぐらいまでですかね、12月のオープンは少し厳しいかなと思ってます。普段ですともうすでに犬ぞりツアー始まっているのにですね、2019、2020年のツアーの方オープンできなくて本当に皆さんには申し訳ございません。今しばらくお待ちください。マッシングワークス滝田でした。